派単調は西洋音楽における調の一つで、派音を主音とする単調。調合はフラット三箇所である。アカマスは一般に臨時記号により表される。和音は火星的単音階で考えたもの。セブンの和音は V7 の、セブン7の和音は V9 の混音を省略した形とみなされることがある。その他のコードネームも実際の楽譜では、 異名同音的に変えられることがある。単調の作品が極端に少なかった古典派時代において、破壊のトランペットが使える調べであることから、単調の中でもこの調は二単調に次いで多く書かれた。公共曲や競争曲のジャンルでは、トランペットとティンパニを加えた創造的な作品が多い。シャルパンティエはこの調について陰鬱さとわびしさを表すと述べている。 マッテゾンは、波外れて愛らしく、同時に、また、悲しい蝶と述べている。モーツァルトが最も好んだ短調として知られていて、作品も非常に多い。ベートーベンにおいては、破短調が使われている曲は、名曲と言われるものが多く、特に特別な蝶とされている。ショパンにおいては、同志長の破長調をあまり使用しなかったにもかかわらず、破短調の作品は、 非常に多くいずれも名曲となっているとされる。カテゴリー破綻帳を参照。ありがとうございます。